佐々木のぞみさんになるっていうところなんですけど、なんで私佐々木のぞみって言った試着室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。はい、今日はね、銀座の GU にやってまいりました。で、今日はどういうことをするかと申しますと、今から日本に住んでらっしゃる中国人のヤンちゃんをお呼びして、彼女を素敵にねチェーンしていきたいと思います。ではヤンさん呼んでみましょうか。ヤンちゃん、はい、大家好。はい、ヤンちゃんです。皆さんこんにちは、ヤンちゃんです。はい、さっきね、事件コーヒーこぼしちゃったの。コーヒーをこぼしちゃったんです。最初からこれ来てたわけじゃなくて、こぼしちゃってシミができちゃったんだけど。はい、佐々木希さん、怖い、なんで私佐々木希って言ったの。そう、佐々木希さんになるっていうところなんですけど、どういう風に佐々木希さんになるのかっていうと、ちょっとね、大人っぽい、しっとりした感じと、それからプラスアルファで今時のそのトレンド感っていうのをご自身の中ですごく可愛らしくてちゃんとできてるんだけれども、もっとトレンドを取り入れたいなっていう。そうなんですよ、トレンドに。なので佐々木希さん、大人っぽさ、それから今年のね春のトレンドをいかに取り入れるかっていうところで一緒に見ていきたいと思います。はい、では、ね、やんちゃんは似合う色、ご自身に似合う色を知りたいっていうことなんだけれども、髪の毛の色も割と黒いし、肌もね、どちらかというと青みのある白みがあると思うの。だからどちらかというとはっきりとした色、私たちのウィンターさんっていうね、その中で言うとこういう感じの色とかも、今の色よりももう少しだけ白っぽい感じの色なんかも似合いになると思います。はい、あの中でいろいろ見ていきましょう、はい、いつもこういうのを買いますよ、何も考えなくていいから。そうか、そうすると印象がちょっと薄くなっちゃうかもね。このシルバーも結構今年っぽいんだけれど、結構ねこれが人気みたいなんです、今、売れ筋なので、ちょっとそれに合わせて靴も一緒に見てみましょう。はいはい、こんなに購入しちゃって、たくさん買いましたね。合計何点だっけ？13点。合計13点。13点買いました。はい、じゃあね、これからコーディネートしに移動したいと思います。では、このまま。はい、戻ってきました。戻ってきました。はい。で、彼女のね、ご希望だったね、佐々木のぞみさん。はい、どんつばなコーデというようなものは、特には購入してないんですけれど、でも彼女っぽい雰囲気っていうところをこちらご用意いたしました。一応2コーデ、こちらに揃えているんですけれども、他にもね、ほら、先ほどね、合計13点購入したとお伝えしたじゃないですか。実はね、まあ第2弾というものもあるので、はい、とりあえずはこの第1弾のね、今日の購入したものっていうのが 1,2,3,4,5,6,7 点だけ先にご紹介していきたいと思います。はい、はい、まず、はい、どうぞ。先ほど店舗の中でも、ヤンさんの似合う色っていうのはウィンター系なんですね。黒とか白とかはっきりした色がお似合いだったり、原色系のものがお似合いなんだけれども、意外と GU って原色系のものって売ってないんですよね。そうです。で、一応この上の T シャツをお召しいただいて、このロングジレを合わせるんですけれども、まあある意味でね、紺はわかるけど、この薄いグリーンって合うのかしらと思うかもしれないね。実ははっきりした色か、今年の春流行している白い絵の具を垂らしたような色っていうのもウィンターさんにはお似合いになるんです。ですので、はっきりとトーンを分けて顔の可愛らしさを際立たせるのと、お似合いになる両方をコーディネートして、佐々木希さんのね、この天使のようなふわっとした裾、それからちょっと大人っぽいシャープな印象っていうものをコーディネートしてみました。ただこれだけだとちょっとスイートになりかねないんですね。で、今履いてらっしゃるブーツなんかでも全然いいんですけれども、これ結構高見えだと思うな。そうですよね。これいくらだった？値段覚え、多分2000円くらいかな。そうそう、2490円。2490円なの。これはね、高見え。ああ、そう、本当に。はい、でね、
こういう感じで足元を抜け感を出してしまって、うん、で同じくこういうねパイソン柄っていうのね、うん、でこのパイソン柄を合わせていただいて、トレンドとのぞみさんの柔らかいこうふわっとした感じとシャープさをうまく混在させてっていうのが今回のコーデでございます。すごいですね、はい、なんか今まで考えたことない、すごく勉強になりました。嬉しいです、そう言っていただけて。はい、でね、もう一つが、はい、こちらのねちょっとベーシーな感じの、はい、これにちょっとこういう感じので、もちろんこの上にこれをお召しいただくっていうのができたりとか、はい、もちろんこのままでもいいし、このスカートはねちょっと他にもいろいろとコーディネートできるので、いろいろ考えていきたいと思います。でこういう感じ、また足元はこういう感じ、はい、可愛さとシャープさと今年のね透け感の今時感、それからこの柄の今時感っていうものをうまくガチッと合わせた感じです。ではでは、はい、どうですか？いや、なんかいつもの自分とちょっと違うなって思います。うん、嬉しい、もう、うん、ね、新しい自分と出会った感じです。よかった、ね、さっき聞いててほら、このコント、うん、この薄い淡いグリーンを一緒に着たことがなかった、うん、初めて。そう、初めてです。どうですか？なんかワクワクしました。嬉しい、ありがとうございます、うん、ちょっとね、これほら袖が肘まで来てるので、うん、もし長いなって思うようだったら、ちょっと一折二折ぐらいしていただくと、うん、また雰囲気が変わって、はい、ちょっとカジュアルな前のなさりね、うん、はい、こういう感じになったりとかするので、ご自身の好きな丈にもう一折りするとちょっとフレンチすぎるぐらいのになったりするので、はい、イメージがまた変わってくるのでいいと思います。ピアスじゃなくてイヤーカフなんだけど、うん、すごいクール系とオーム系だったら彼女はクール系なので、ゴールドよりもシルバーの方がより肌のツヤがよく見えたりとか、もっと色白に見えたりとか。今までずっと金色系のものをつけてたんです。そう、似合わなくはないんだけれど、金色もね、でもゴールドよりもシルバーの方がより良さが引き立つと思います、うん、はい、じゃあ次、はい、はい、いかがですか？なんか大人っぽさもありながら、うん、ちょっとなんか可愛さもありますって感じですね。あの、せっかくの可愛らしいこのレースが見えなくなっちゃうともったいないので、うん、はい、ちょっと内側に折り込んで、はい、ここに立体感を作っています。で、そうすると、うん、ここのね、横のサイドの部分がこういう感じでね、押さえがちゃんと効いてるし、この白いところも見えるので、で反対側も同じようにちょっとこれコントロールしていただいてね、どれくらい見せるのかによって折っていただければ、こういう感じで立体的になりますので。やんちゃんはグラマーなんだよ、ちゃんとバストがあるんだけれどね、ここら辺がちょっと貧弱なペタンとした感じになる人にとってはボリュームが出やすいのでおすすめ。いいですね。そうでね、今年ね、こういう透け感のある素材、ブラウスも結構売ってたでしょ。そうそうそう、ね、ブラウスって GU の場合下手するとものすごく安っぽく見えたりとかするの。はい、あの縫ってるところがすごく安っぽく見えて、でもこういうスカートだと高見えするの、ね、高見え見えないですね。そうで、またこの色がこのサンダルの色、このバッグのこのパイソンとめちゃくちゃ合ってて良くない、うん、はい、ね、ねいい買い物ってきましたね、はい、でなかなかの高見えするものがリーズナブルにお買い上げいただけたと思います。これいくらでしたっけ、ね、トータルで多分絶対1万円いかない、いかない、全然いかない、いかない、うん、多分ね7000円もいかないと、7000ぐらいかな、うん、さあというわけでいかがでしたでしょうか。いや、今日本当に嬉しいです。あ、よかった、初めて、なんか自由で買い物するのはそんなに楽って初めてそう思いました。あ、本当に、うん、あの、カムさんいろいろ選んでいただいて何も考えず、ただ本当ね、ちょっとね、こう髪の毛をこうやってね、お団子までして、ほら、のぞみちゃんって結構こうやって、あ、そうですよね、アップの位置でこうやってね、お団子をキュキュッてやったりとかすると、うん、で、ちょっと一瞬こうこら辺ぐらいを見ていただいたりすると、ほら、のぞみちゃんみたいな隠したくないですはい、やんちゃんの番組でも私出演させていただいてるので、ぜひ遊びに来てください。概要欄にちゃんと載せてますので、ぜひ遊びに来てください。それでは3、はい、試着室はマジックフォークス、スタイリストの五十嵐薫と
やんちゃんでした。はい、最後までご覧いただきましてありがとうございました。どうぞチャンネル登録ポチッと&いいねボタンで高評価をいただけるとすっごく嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバイ。